8時になりました。明日6月1日木曜日に向けた株式投資についてお話しいたします。まずは外況。引け後に発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日のデートレ候補、トピック、 最後に予告の順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウ・ナスダックは下げ、日経は上げという展開になりました。ダウは134ドルの下げ、マイナス0.41%。ナスダックは82ドルの下げ、マイナス0.63%。日経は260円の上げ、プラス0.84%。 1>, 1ドルは139.68円、引き続き139円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが998銘柄、値下がりが741銘柄、変わらずが96銘柄、過半数の銘柄が上がった状況です。アメリカの方は債務上限問題の議会採決に対する様子見と FRB の 金融引き締めが継続し、景気が冷え込むとの懸念から売られました。債務上限問題はその後、下院で上限停止が可決しております。日本の方は、機関投資家による月末月初のリバランス売りが一服し、幅広い銘柄にお締め買いが入っております。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き、 3.6%台で推移しております。ドル円の方も引き続き139円台で推移している状況です。業種別株価指数の方はほぼ全面高の状況となりました。特に銀行株の大幅な反発が目立ちます。ゴム製品とパルプは続落いたしました。 5月26日週の投資主体別売買高の状況は、こちらが海外の投資家、そしてこちらが日本の個人投資家です。26日週は海外の投資家が3816億円の売り、買い越し。これは9週連続にでの買い越しになります。 そして日本の個人投資家は7週連続での売り越しで440億円の売り越しです。金額はだいぶ下がってきてますので買い越しに転じるかもしれません。一方、現物と先物の合計で見た外国人投資家の動向ですが、こちらが現物、こちらが先物。5月第4週は 現物と先物の,の合計は5,954億円の買い越しとなりました。これも8週連続での買い越しです。先週に比べると額は減りましたが、まだ外国人の買いは継続している状態です。反転してもすぐ急落するわけではありませんが、要監視状態です。 こちらは、えー、先ほど16時47分に出たに日本経済新聞の電子版の記事です。海外投資家が9週連続で買い越し、2017年以来の連続記録、5月第4週。海外投資家は現物株を3816億円買い越した。買い越しは9週連続で、この間の買い越し額は累計で 4兆136億円だった。9週連続の買い越しは2017年の5月第5週までと並ぶ長さ。前の週は7476億円の買い越しだった。こういった状況です。売買高ランキングの方は、あ、こちらも間違えております。失礼しました。上げが優勢な状況です。1位のレーザーテックの売買代金は、 3000億円には届かなかったものの、3日連続で2000億円台はキープしております。半導体株は、引き続き人気で、売買代金の上位10、えー、10位までトップ10のうち5つを占めている人気状態です。本日、すべて半導体株はこのように上げとなっております。 銀、銀行株も本日はこのように反発しております。A バランスが役員がライブで話した7月サプライズ予告への期待で大きく変われました。代金が営業利益5000億円の戦略計画を発表し変われております。こちらは本日のヒートマップです。昨日とは打って変わり全面赤みを帯びた活況状態です。 個別では、えー、三,井あ三菱 UFJ、そして東京エレクトロン、ダイキン、トヨタ、ソニーグループ、ルネサス、三菱商事、このあたりがかなり目立つ状況に佳境、えー、を帯びております。経済スケジュールの方は、今夜の ISM 製造業景況指数が注目ポイントです。 次に引け声発表された IR です。まずエニーカラーエニーカラーは VTuber グループ二次三次を運営する企業です東証,プライ東証プライムへ市場変更という発表がなされました東京証券取引所の承認を受けて6月8日付で東証グロースから東証プライムへ市場変更されることになったと発表した 23年4月期連結業績予想は売上高250億円、経常利益,利益92億円を見込む。本日の株価は6,060 60円、出来高は120万株です。この120万株の3倍弱ですが、320万株の信用概算がある状況です。 1>, 1年の株価の動きは3月15日に3930円ですのでここが最安値ですそして3月24日に7100円が最高値ですのでここが最高値になります直近で見ると2ヶ月以上横横での今回の IR です信用買いが多いという点はご注意ください次にリプロセルです リプロセルは IPS 細胞関連の研究主役のバイオベンチャーです。AI を活用した個別化医療プラットフォームを用いた新規ビジネス開始という発表がなされました。こちらがリプロセルのホームページから持ってきたものです。IBM リサーチ及び英国 STFC との共同で 個別化医療を加速するためのプロジェクトを推進してまいりました。この度本プロジェクトを通じて構築した画期的、画期的なプラットフォーム、ファーマコロジー AI を使った新規ビジネスを開始いたします。ファーマコロジー AI は個別化医療や医,医薬品開発に関するビッグデータの分析を簡素化、高速化する機械学習プラットフォームで 薬物反応や臨床結果に影響を与える個人差を特定するのに役立ちます。従来のビッグデータ解析は非常に時間がかかる上、専門知識を必要とするものでしたが、ファーマコルー a i を活用することにより、より容易に個別化医療に関わるデータ解析が可能となります。また製薬会社は新薬の効果が期待できる 患者層を医薬,医薬品開発の初期段階で特定することができるため、より低コストかつ成功角度の高い臨床試験の設計が可能となります。こういった内容です。本日の株価は280円。出来高は67万株です。この67万株の8倍くらいですが、 540万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは4月6日に228円、224円ですので、ここが最安値です。そして、3月20あ、えー、5月23日に329円ですので、ここが最高値です。この5月12日に、 えー、急騰しておりますが、ここは黒字不上を発表して急騰しております。この急騰からの急落でできたしこりそして信用外が多いという点、この点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR7 件出ております。上2つが今お話しした内容です。この他に 伊藤園は3%の増益で2円の増配。FC ホールディングスは14%減益に下方修正。配当は5円増額。1株を1.1株に株式分割するという発表がなされております。ピープルは82%の減益。そして無配は継続。KNTCT ホールディングスは71%の減益。 現役。ライフドリンクカンパニーは当初プライムへ市場変更ですが、合わせて株式の売り出しが発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はアマナでした。赤字縮小を発表したことにより、前日比31.1%の株価上昇。本日よりで買って引けで売ると、 17.0%の利益となっておりました。第2位はメディアシーククレカ決済の、えー、新サービス提供の開始を発表して、前日比25.3%の株価上昇。ただし本日よりで買って引けで売ると、マイナス1.3%の損失となっておりました。第3位は療養エレクトロ。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 18.7%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると4.4%の利益となっておりました。4以下ご覧の結果となっております。次に本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高非常に多くて12件出ております。アマナ、和光食品、インタートレード、サイバーステップ、ハテナ、GC 企画、 アテクト、ゼネテック、玉川ホールディングス、エーリンクインターネット、ヨーヨーエレクトロ、CSC。このうち、アマナは管理銘柄の指定解除によるものです。和光食品は株式分割です。サイバーステップはクレーンゲームアプリの中国進出に向け ACD AC と業務提携したとの発表によるものです。 アテナは情報修正と自社株買いです。GC 企画は2億1400万円を受注したという発表によるものです。ゼネテックは中期計画を発表したものによるものです。タマガンホールディングスは半導体試験装置の新規受注によります。ヨーエレクトロは情報修正と増配です。本日、 ストップ安1件あります。EDP、えー、輸出規制による一時出荷保留の発表によるものです。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は開花デジタルでした。前日比35.7%の株価上昇。第2位はアマナ。前日比31.1%の株価上昇。 第3位はエーリンクインターネット。前日比28.7%の株価上昇。値下がりの方は第1位がビジョナリーホールディングス。前日比マイナス31.1%の株価下落。第2位は山ナ前日比マイナス21.8%の株価下落。第3位は EDP。前日比 マイナス20.2%の株価下落でした次。次に新規上場スケジュールです。6月新規上場16件あります。まずアベジャ、本日抽選申し込みが終了いたしました。次にグロービーは来週月曜日まで抽選申し込み受付中です。この他に CUC、OB システム、 アイデミー、リアルゲイト、AR アドバンストテクノロジー、ブリッジコンサルティンググループ、エリッツホールディング、エリッツホールディングス、クオリプス、プロディライト、ノイルイミオン、ダブル東京、GDEP アドバンス、ノバーズ、ノバレーゼ、クラダシ、以上が予定されております。 詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は9件予定されております。このうち当初は8件のみです。すべて引け後の発表で、えー、金本、なとこアイレックスコーポレーション、アインホールディングス、ゼネラルパッカー、ティーライフ、日本スキー場開発、 近鉄グループホールディングス。このうち T ライフは本日年初来高値を付けてきております。金本とアインホールディングスは1日の売買代金が3億円を超える中規模の銘柄です。近鉄グループホールディングスは1日の売買代金が10億円を超える比較的大きな銘柄です。 2週間分のスケジュールについてはこちらの動画をご参照ください。次にアソーデートレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、インタートレード、A バランス、ピナテクストホールディングス、スピー、メディアシーク、テクノホライズン、日本 CMK、新興電気工業、ヨー,ヨーエレクトロ、日本エコシステム、 このあたりがアソデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次に本日のトピックお話しいたします。本日は半導体株と生成 AI 関連株についてお話しいたします。まず半導体株。こちらがルネサス、レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンス、 アドバンテスト、そしてディスコ、ソシオネクストの月曜、火曜、水曜、そして本日の状況です。本日は、えー、ルネサスとソシオネクストが年初来高値を更新しており、全面上げという状況になっております。特にソシオネクストは連日で、連日で年初来高値を更新している状況です。 この上げの大きさは非常に凄まじい状態で、ついにアドバンテストをソシオネクストが株価で抜いてしまいました。次に抜かれるのは東京エレクトロンかもしれません。今日のザ,えザラバの動きですが、ルネサスとソシオネクストは寄り付きからこのように右肩上がりの 非常に強い上げとなりました。他の4銘柄も前場で落ち込みはあったものの5場には揃って回復するという展開になっております。次に生成 AI 関連のお話をいたします。先ほどこのようなアンケートを出させていただきました。生成 AI, 生成 AI 関連銘柄で1つ買うとしたら どれを買いますかパーク社テクノロジーヘッドウォータースヒーローズメタリアルスクリーンホールディングスなじみのない銘柄もあるかと思いますがご回答いただけると嬉しいですアンケートへはこちらのコミ,コミュニティボタンからお答えいただきます昨日お出ししたこちらのアンケートへのご回答ありがとうございました 生成 AI 関連株についてご存知のレベルをお教えください。非常によくわかっているという方が2%。だいたいわかっているという方が6%。聞きかじった程度で詳しくはわからないという方が41%。言葉を聞いたことがある程度しか知らないという方が32%。聞いたこともないという方が18%。 このように9割以上の方が生成 AI についてはよくわからないという状況のようです。最後に予告です。明日6月2日は金,、えー、金曜日ですが、えー不在、不在のため特集動画を録画し、投稿予約で夜20時にアップいたします。内容はアンケートをお願いした生成 AI 関連銘柄と6月の 高配当柄の予定です翌日6月3日土曜日には週明け月曜日に向けたいつもの動画を夜20時にアップさせていただきます。翌々日6月4日夜20時はまだ内容未定です。 明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。